お願いしたいのは、その銃を装備した状態テストを行う場所はここら辺では、目標の戦闘回数に仕事内容の、いや、うん、それではここまでの経過を報告させてもらおう。うん、どうやら十分に戦った。いやー、それにしても随分頑張ったね。ありがとう。協力員たるもの、これぐらいのことは当然さ。で、オリビアさん、何か問題はなかった？いや、全く問題なしさ。安定した弾道に絶妙の重心バランス、量産化が待ち遠しい一品だね。ふう、よかった。それを聞いて安心したよ。よし、なんとか製品化も見えてきたって感じだね。製品化はまだ先なの？素人目で見てるともう完成品に見えるけど。いや、もう一息だよ。これからは製造側と細部を詰めていくんだ。ま、そう言えるのも今回のテストのほかに、これからの研究にも弾みがつく。おう、その調子で頑張れよ。新型動力銃、大いに期待させてもらうよ。ああ、楽しみにしててくれ。おっと、そうだ、帰るのはちょっと待って。え、まだ何かある？うん、これを受け取ってほしいんだ。報酬のミラが少ないのがちょっと気になっててね。まあ、あって困るもん。では、何かあったら、まあ君たちも気を…それじゃ。相手が悪かったな。
休み、子猫ちゃんたち。手直してきた。相手が悪かったな。
相手が悪かったな。
くとしたことが。まだまだいけるわ。
酔いしれたかな。ここは王国軍の本拠地、レイストン水上要塞だ。民間人の立ち入りは遠慮してもらっている。あの、私たち掲示板を見てきたんだ。特別訓練とやらに関係する仕事があるはずだぜ。上官から聞いてないか。ああ、その件かい。さっき司令部から通達があったばっかりだよ。兵士でもないのに訓練に出るとはご苦労な話だ。まあ、これも仕事よ。責任者に取り継いでくれる？ああ、構わないが、あんたたちの準備は大丈夫なのか？どういうこと？いや、訓練が始まってもうだいぶ経つからな。きっと、中に入ったらすぐ模擬船に駆り出されるはずだ。だから、装備の変更なんかはここで済ましておいた方がいい。ああ、そういうことならちょっと時間が欲しいわね。確かにそうだ。悪いが、こちらは構わないよ。では、用意ができたらまた俺に声を。それでは隊長に取り次ごうと思ったら、お出ましのようだな。
少佐。これまた久しぶりだな。久しぶりだね。ラッセル博士の誘拐事件では君たちにいろいろと迷惑をかけた。いずれきちんとした形でお詫びしたいと思っていたんだ。いいってば。代わりに逃がしてくれたんだし。そうか、そう言ってもらえると助かるよ。ところで今日は掲示板を見てきたんだ。何でも特別訓練をやってるそうじゃない。ああ、本来はいつも通りの定期訓練だったんだが、実は間もなくモルガン将軍がここにいらっしゃる予定でね。気合を入れ直すために急ぎ訓練内容を変更したのさ。なるほど、納得。あの大声で怒鳴られちゃさすがに答えるもんね。そうですね。本来こうした仕事はカシウス准将の管轄なのだが、今はあいにくとご不在でね。私が責任者を務めているんだ。あ、そっか。父さんも普段はここに。今回はすぐにお戻りになる予定だ。しばらくツァイスに滞在するなら、またそのうち会う機会もあるだろう。うん、そうよ。シード中佐、お時間が。ノット、話しすぎか。ではベルク区長、後の説明はよろしく頼む。あれ、中佐、確か前はシード少佐だった気が。あ、ああ。実は事例があってね、中佐に昇進したんだよ。へえ、そう。おめでとう、シード中佐。よかったじゃねえか。あんたみたいな人間は評価されて叱るべきだぜ。あ、そう。ありがとう。当然の職務を遂行しただけで少しばかり面はゆいんだがね。またまた、ほんと謙虚なんだから。いや、全くその通り。中佐にはもっと前に出ていただかないと。ベルク副長、職務を忘れたのかね。これは失礼。それじゃ早いとこ依頼の件を説明しましょう。依頼は訓練への参加だったな。で、具体的には何をすればいい？君たちには兵士相手の模擬戦闘に参加してもらう。戦闘は2連戦の予定で、インターバルの時間は一切ない。ペース配分を考えないとシビアな戦いになると思うぜ。休憩なしの連戦か。それはきつそうね。確かにきついだろうが、君たちの役目は戦いを通して兵士たちにも。だから了解。言われるまでもないぜ。それは頼もしいな。それでは遊撃士諸君を訓練場までご案内してくれ。は、後ほど訓練場で会おう。では案内する、ついてきてくれ。それではこれより模擬戦闘を開始する。今回は対抗部隊として遊撃士の精鋭においで願った。兵士諸君は必死で挑むように。武術大会優勝者を含む強豪だぞ。いや、優勝者？それは手強そう。説明した通り、諸君には2連戦をお願いする予定だ。それを念頭において戦闘に臨んでくれたまえ。了解よ。何連戦だろうが構わねえ。
さっさと追っ始めようぜ。よし、では始めよう。両者構え、勝負始め。そこまで。よし、勝ったわ。さすがに問題なかったな。ですね。あ、当たった当たった。何をぼんやりしている。直ちに撤収するように。はっ。次、ベルク区長。はっ。どうやら本当に休ませた。まいったな。せめて乱れた髪ぐらい整えさせてほしいものだよ。さすがは大会優勝者。わざと隙を見せて我らの油断を誘うつもりか。いや、それって絶対深読みのしすぎだから。訓練中だぞ。死後は慎みたまえ。それでは第2戦勝負始め。相手が悪かったな。そこまで。僕らの勝ちだね。うん、どうにかね。敗れたか。副長、まだいけるかね。はい、問題ありません。よろしい。ではすぐに準備をしてくれ。了解しました。何のことだろうね。僕の華麗な戦いに感動して祝勝会でも開いてくれるのかな。祝勝会？無視してちょうだい。了解した。いや、準備とはもちろん次の模擬戦闘の準備のことだ。嘘、2連戦って最初に言ってたじゃない。ああ、確かにそう言ったが、しかし君たちはこう答えた。何連戦だろうが構わないとね。覚えてやがった。アガット、あんた何口走ってんのよ。ああ、気にすんな。その場の勢いってやつだ。そのお言葉に甘えてもう一戦だけ所望するよ。最後の相手はこの私が務めさせてもらう。シード中
中様。ようやく本音を覗かせたようだね。腕がうずいて仕方がない。素直にそう言えばいいものを。見抜かれたか。なるほどな。いいぜ、こっちも望むと。お待たせしました。ご苦労。それでは始めようか。用意はいいかね。ああ、いつでもいいぜ。よし、ならば行く。
これは避けられまい。まで押されちまうと見事だ。乾杯だよ。連戦の果てにこれだけやれるとはさすがだ。兵士たちにとって最高の模範を示してくれたな。それはこっちのセリフだ。悔しいが勉強させてもらったぜ。あんなにアーツに苦しめられたのって初めてかも。自分のオーブメント見直してみる気になったわ。そう思ってくれたなら立ち会った甲斐があるよ。問題は何を使うかではなくどう使うかということにある。アーツでもクラフトでもその点は同じだ。なるほど。それは我々王国軍も遊撃士の諸君に負けぬよう研鑽を続けるつもりだ。王国の平和のためこれからも切磋琢磨していきたいものだよ。うん、私たちも精進するわ。機会があったらまたお手合わせお願いね。そうだな、ぜひ頼むぜ。ああ、約束しよう。負けっぱなしでは目覚めが悪いからな。以上をもって訓練を終了する。兵士諸君、ご苦労。遊撃士諸君、今日はわざわざすまなかった。これから先も協力を要請することがあるだろう。その時にはまたよろしくお願いするよ。うん、こっちこそよろしく。俺たちの方もできる限り軍と協力して動くつもりだ。必要な時にはいつでもギルドに連絡してくれ。よろしくお願いする。では最後に諸君にこれを渡しておこう。ベルク副将。はっ。つまらない品だが訓練への貢献をたたえ送らせてもらうよ。どうか有効に活用してくれたまえ。ありがとう、シード中佐。すまねえ、助かるぜ。ではこれで失礼。諸君と再会できる日を心待ち。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。無事何か依頼を達成。相手が悪かったな。ここならな。
酔いしれたかな。Thank you.